きます。お願いします。はい、よろしくお願いします。試合に向けて仕上がりっていうのはどうですか？はい、そうですね、まあ、いつも通り、しっかりトレーニングできているので、まあ、日々、毎日自分の限界を超えながら、トレーニングします。約1年ぶりの試合になるんですけど、はい、コンディションも過去最高ですね、はい、まあ、今が一番強いと思います。まあね、こう今まではね、なかなか挑戦する立場とか、なんか心境、怒りに乗せて、まあトレーニングしてた部分あるんですけど、まあ、やっぱりこう今はチャンピオンベルトをしっかり守るんだっていう意識で毎日日々過ごしてます。この期間っていうのはこうどんなことがこう自分の中でこう変化あったんですか？この期間ですか？1年間、はい、いや特にないです。特にない、うん、あなたはジムやったとか？ああ、はいはい、それは別に格闘技は関係ないから、はい、うん、まああの、まあ格闘技はね、僕は K-1 のチャンピオンでいるんで、まあそこは特に関係ないです、はい、日々、強くなることを考えて生きてました、はい、心境の変化はないです。やっぱりチャンピオンとしてっていうところがこう強く、もちろんそうですね、まあ試合だけでなく、まあ、あの、まあ、チャンピオンとしての立ち振る舞いとか、人間としてどう過ごしていくべきかっていうのは考えて常に生きてます。まあ、今回試合なんですけれども、はい、山田選手との試合が決まって、はい、うん、反響っていうのはいかがですか？まあ、やっぱりこう新旧 K-1 チャンピオン、対決ということで、なかなか結構、まあ、盛り上がってくれる方も多いですし、まあ、実際にね、おっしゃられたように、まあ、1年ぶりの試合ということで、まあ、仲間のファンのボルテージもかなり上がってるんで、まあ、そこに待ったなしというか、もう僕は最高の試合ができる準備ができてます。この大和選手なんですけども、こうどんな感情とか気持ちっていうのは、うん、まあ、実際になんか、ね、試合が決まった時はまあ、ね、感慨深い思いで、まあ、彼とも同じ時代を生きてきて、まあ、彼が僕はエントリーすらできなかった大会で、優勝して、まあ、僕はそれを追いかけして、まあ、後にこう、K-1 のチャンピオンになったっていう、まあ、感慨深さは、ね、正直ありましたけど、まあ、試合が近づくにつれて、まあ、そこの歴史は、ね、こう周りのファンの方が、意識して、ね、盛り上がってくれれば、僕は嬉しいなと思いますけどね。もうそこはもうあえて僕はもういいかなと。もうとにかく、まあ、目の前の、敵を打つだけ、うん、今はそんな心境ですね。まあ、あの中村プロデューサーも、はい、たくさんの人はこう思い入れを持っている試合なんですけど、うん、はい、まあ、そこはちょっと一旦切り離していく、はい、まあ、非常にありがたいのは間違いないですし、ファンの人がそう盛り上がってくれるのは嬉しいですけど、今は僕はもう選手として一人の男を打つだけですね。こう山田選手はまあ今回チャンピオンとして、はい、どんなものを見せたいという考えですか？もちろんこう、ね、こう自分がやっぱり憧れてた K-1 というのをもちろん、体現していくというのが一番大切だと思いますし、
まあ、K1 の65キロのチャンピオンとして、まあ、それなりの、見せるプロフェッショナルをしっかり見せたいと思っています、はい。まあ、見てれば結果で分かると思います。新規、まあ、K1 王者の対決というのもあると思うんですけど、現在のチャンピオンとして、はい、そしてこう現実を見せたい、うん、まあ、もう僕はそうなると思ってますし、まあ、新旧といえどね、今のチャンピオン僕ですから、うん、そこは僕はしっかり分からさないと、うん、今の新生 K1 のチャンピオン、このベルトが一番強いんだということをね、証明していかないと話にならないかなと。まあ、今回ケージフェスタ、はい、まあ、K1 の方で最大のイベントなんですけど、はいはいはい、試合することについてはどのように思います、うん、まあ、やっぱりこうね、K1 のベルトを取りたくて上京して、まあ、そんな中で、年間最大の大会ということで、そこでタイトルマッチを戦わせていただくということは大変光栄なことですし、まあ、しっかり自分が作り上げてきたものっていうのも、間違いないことだと思うので、それをしっかり評価していただいても、この場面でのタイトルマッチだと思うので、まあ、そこは、ね、中村プロデューサーの涙にも失礼がないように最高の試合をお見せして、まあ、会場全体をまた感動させたいと思います。では今年の目標を教えてください、はい、目標、まあね、たくさん試合してやっぱりこの K1 というのをもっと、たくさんの人に知ってもらいたいと思いますし、まあね、日本の世界の格闘技の65キロの僕は4番背負っていると思っているので、まあ、そんな中でこうよりね、K1 の強さというのを代表して、見せていくことが、僕の趣味だと思ってますしね、まあ、6月ね、また、ドリームマッチもドリーム大会もあるわけですから、まあ、そういうところで、いかにこう K1 を代表して、まあ、タケル天心、うん、まあ、そこはね、メインとして、まあ、タケルのバックアップもみんなでして、K1 のファンの思いを全部乗せてね、僕たちを代表して、さらにこの舞台を大きくしていきたいと思ってますね。今はい、コンディションとしては、はい、まあ、最高潮、そうですね、なんか、例えばその挑戦、はい、タイトル取る前の、はい、このぐらいの時期とか、ね、うん、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱり挑戦するとか、今までだったらこう怒りの感情に任せて、追い込んでた自分がいたんですけど、まあ、その今はこうベルトを失うと全てを失うっていう自分の心境で、まあ、日々今までにない感情で自分の限界を日々一日一日過ごしてるなっていう心境で、まあ、実にいい感情のコントロールができているのかなというふうに思ってます、はい、新しい感情ですね。感情に加えて体の方は練習量的には、はいはい、前の若い頃と変わらずっていうことを抑えてきた、ね、やっぱりこのベルトを取られれば全てを失うっていう感情に乗せてトレーニングできてるからこそ、やっぱり自分の限界を超えれてるんで、まあ、今までにないこう理にかなったトレーニングができてますし、まあ、量もそうですし内容もそうですから、最高の今は状態で入れてるのは間違いないですね。体力も、まあ、数字も全て過去最高だと思います。まあ、公開練習見てもらったら分かると思いますけど、はい、山崎さんちょっとパンチなんですけど、はい、まあ、今日は右はね見せなかったですけど、まあ、俺は何でもできるよっていうことで、まあね、技隠してちょんちょんやる選手もいますけど、僕はあえて普段やってる練習をすべてさらけ出しました、はい、パンチを見たかったですか？パンチ抑え目かなそうですね、まあ、右はね、出してないですけど、まあ、当日会場がどっかに行くような、まあ、正直右でも左でも、手でも足でも倒せると思ってるんでね、うん、まあもう待ったなしというかその日を待つだけといいますか、はい、早く試合したいです。これから試合に向けて、はい、今の体重はいくつ、ここからどんな感じに落としてる、はい、今で72ぐらいですかね、はい、まあ、いつもよりちょっと早いぐらいですかね、うん、順調です。
まあ、なんかね、こう年取って減量しにくいとかっていう方多いですけどね、僕はやっぱ65キロはベスト体重なのか分かんないですけど、うん、まあ結構減量が得意なのか分かんないですけどね、まあ問題なく落ちます、はい、しっかり体力残して衰弱じゃなくて、うまい調整をします。65でパスして、はいはい、リングインするときは何キロぐらい結構効きますねまあ 7,8 キロ戻りますね。あ、じゃあ、はい、その今の70キロぐらい、そうですね、はい、できるかもしれない、はい、まあ、企業秘密ですけどまあまあ喋っちゃったらもうどんどんね、あの、まあ、いろんな人に盗んでもらいたいというか、まあただこう爆食いして重いもん固形物を胃に残して体重戻すのにっていうのは全く意味がないんで、しっかり体にこの栄養分が回って自然な形で、まあリカバリするっていうのが一番理想的な形なんで、はい、まあ最高のコンディションで僕は毎回 7,8 キロ戻してます。試合見てもらったら分かる通り、はい、ズバリ、うん、KO のシーンはどんな感じで思い、はい、パンチ、そうですね、ミニパンチが一番、うん、なんか新しい技も出してみたいですね、でもね、はい、うん、何がいいですか募集しますコメント欄でまあでも余裕や油断は一切ないんでね、はい、倒せると思ったらすぐに倒しに行きます、はい、最後にファンの皆さんにメッセージ、はい、4月3日ケーズフェスタ5、まあ、K1 チャンピオンとして、タイトルマッチを戦います、最高の試合をお見せしますので、ぜひ注目よろしくお願いします。